unless が使えるようになる魔法の言葉ハローゲララングエッジオンライン講師の右半身です unless、えー、ってね使いたいんだけども全然使えないですよね今日は unless が一発で使えるようになる魔法の言葉と例文をいくつか紹介しますね アン、えー、unless ってね、辞書で引くと、〜何々でない限りだとかね、もし〜何々でなければだとかいう訳が出てきて、あの、ifnot と言い換えられるので、ifnot の文章を unless で言うと、なんか一発で言えるようだとかね、書いてあるんで、そうなんだと思って実践してみたら、なんか not の位置がこんがらがってきて、あれどうなってんのみたいな感じで、わからなくなることがありませんか。あの、〜でない限りとかね、もし〜何々でなければって、つまり、 言い換えるとね、これが魔法の言葉ね、〜何々を除いてっていう言葉になっちゃうんですよね。あの、例えばさ、天変地異でもない限り、出川くんは今日のコンパに来るだろうっていう文章の場合ね、えー、出川くんは99%コンパに来るんですよ。ただ、天変地異があった時を除いてっていうことになるんですよね。要は、このグラフを見てもらえばわかるんですけども、99何かはします えただ1%の場合を除いてってねこの1%の例外を「unless」で言えばいいっていうことなんですよね。さあじゃあねこれを普段の会話でどう使っていくかっていうシチュエーションを考えてみましょう。あの ネイティブって、あの、週末の話をするっていう文化があるんですよね。なんか週の前半は先週末何してたんとかっていう話をして、後半になったら次の週末どうすんのとかっていう話で結構盛り上がるんですよ。こうなんか、日本人あんまりそういう話しないと思うんだけれども、まあ言ったら挨拶みたいな感覚でね、週末の話ってするんですよ。じゃあ、あの、そんな週末の話題を題材に、例文を英語にしてみましょうか。えー、っと、 えー、日曜日は雨でも降らない限り吉本新喜劇を見に行くさあこれをね英語にしますよ、えー、アンレスを使ってね、えー、アンレスを使う文章ってアンレスの部分が頭に来ることってあんまりないんですよねで日本語って何々でもない限り何々だっていう風にアンレスに当たる部分が頭に来るからね多分こういうところもアンレスが使いにくいっていう理由の一つなんだろうねなので 日本語をまずこの英語の語順にして考えるんですよ。そうすると、えっ、ー、と、吉本新喜劇を見に行くねん。えー、ただし、雨が降った場合は覗いてって、こういう風になりますよね。じゃあ、これを英語にしちゃおうっていうことなんです。じゃあ、えっ、ー、と、吉本新喜劇を見に行くねんっていう、この99%することですよね。これは、えー、I will go see えー、新喜劇はね「吉本コメディショー」って言ってもらったらいいんですでえっ、ー、とまああの「I'll go see 吉本コメディショー」これでいいですねこうなりますでただし雨が降った場合は除いてこの部分ですよねこれしない1%の部分が「unless」になるので「unless it rains」 となるわけなんですよね。で、これ文章もう一度つなげておきますよ。えー、I'll go see Yoshimoto comedy show unless it rains。で、これが言えるようになるんですよね。で、あの、この文章ね、よくね、except、えー、何々を除いてっていう意味で、これを使おう、使って言おうとしてる人を見かけるんですけれども、これ、unless を使ったら、 ややりすすいですよねなんか「エクセプト」を使う場合ってその後が「仕事」と動詞の入った文章だった場合は「except that っていうふうにしなきゃいけないんですよ。なので「unless」って言うとこう一言でバッチリということができますよね。さあさてさてえっ、ー、と「吉本週末吉本に行く」っていう話になったら「えー、誰と行くの?」とかっていうふうに聞きたくなるよね。そしたらこの人は次の文章こういうふうに言うんです。これ訳していいきますよはい、えー、と 奥さんがあかんって言わん限り、小栗くんと行く予定やねんということです、えー。これもね、さっきの要領で、2つの文に言い換えたらやりやすくなるんですよね。えー、99%やることは、小栗くんと行くねんですよね。なので、えっ、ー、と、I'm going with おぐりこういうふうに言ったらいいよね。OK、えー。そして、ーセく1%。これは、 奥さんが「あかん」って言った場合は覗いてねっていうことなのでこれは「unless」から始めて「his wife says no」これだけで文章になりますよねなのでつなげたら「I'm going with h u n o g u r unless his wife says no」こういうふうになるんですよねそうというわけなんです で「えー、そうなん小栗旬って吉本好きだったの?」とかっていう話展開になっていきますよねそしたらこんなこと言いますよね「そやで」っつって「子供のお稽古がない限り毎週見てるんだって」「へえ」だよねこれもさっきの要領で2つの文に言い換えたらやりやすくなりますよねっていうことです。まず99やっっててることっていうのは 毎週絶対に見ててるっていうことですよねなのでこれを英語の文章にすると「He watches it every week」ですよね、まああの。この番組は「イット!」で言い換えちゃってるんですけれどもそして、えー、除く1ですよねこれは子どものお稽古がある時を除いてっていうことなので「unless」から始める文章は「unless his children have lessons」。 っていうことになりますなのでこれをつなげると He watches it every week unless his children have lessons という風になるわけなんですだからあのあれだね unless の文章を作る時って頭の中を英語の語順にしていた方がこう感覚ついてくるよねだから、ね、あんまり日本語で考えるっていうかもう英語の語順で最初に考えちゃうっていう方がいいと思います なので最後にもう一度文章のおさらいをしておきましょうえっ、ー、とさあこのレッスンを参考に自分の文章も作ってみてくださいね、えー、お疲れ様でした